武蔵拳の映画に生きる。ここらなんだぞ、村田。兄貴、兄貴かい。人間の業か。こんな悲しい佐賀屋の。犬畜生のマネ、さらしてくれよったな。感じしてくれ。大門頭のけじめとして、都政から引退をいたします。合わせまして、ご列席ご一等様、ご一家ご一門のますますの繁栄をご祈念申し上げ、祝い一本締めとさせていただきます。よっ。ちょっと待ってくだされ。なんで寝頃は下手打ちになるんですか。皆さんこんにちは。始まりました武蔵拳の映画に生きる。最初極道のもんですね。いよいよクランクイン決まりましたね。山内さんも昨日の番組で流したと思うんですけど、台本出してもらってもいいですか。せっかくなんで。これ9、10、11、まあこれ長期シリーズにできればね、なれば最高なんですけど、まあこういうこのね、村上作品ってのはね、非常に説得力あるんですよね。セリフが素晴らしいですよ。これね、昔ね、道への道ってあったんですよ。清水健太郎さんの代表作、白龍さんとですが、私もレギュラーで出てたんですけど、これはまさにね、本間もんのヤクザの人がね、バイブルになるって、そこまで褒めてたんですよ。非常にね、すごい口上とかの、もう掛け合いのセリフのやり取りとか、男とは何ぞや、ヤクザとは何ぞやとか、なんかこう素晴らしいね、なるほどなっていうね、非常に素晴らしい本ですよ。今こういう本ってないですよね。まあ、唯一この村上先生の作品はそこを期待できるね、玄人好みのね、本当これね、V シネマですね。映画でねやってきたんですけどね、本当のこれ劇場、これこそね劇場で本当はかけてもらいたいんですけどね。極道のもシリーズ、皆さんぜひ今月16日クランクインします。楽しみにしてください。山口さんの自分兄弟分でね、非常に今回山口さんは素晴らしい見せ場です、そんなことでよろしくお願いします。さあ、今日も政治家出ますか。最高な、まだ探してんの。じゃあ長谷さんからいきましょうか。探しといて出すから、間違いないこれ、さあ大阪の長谷製作所さん、もうクーラーどこもかけてますよね。今日も外はカラッとしてたんですけどね、雨あってから結構ねムシムシ今し始めましたね。大阪のいろんな部品を作ってる会社なんですけどね、クーラー、冷蔵庫、冷凍庫、まあいろんなね、自分のこれ、あ、これ写真出さなくていいですよ。これいつも出してっけど、これもう、ああ画面いっぱい出しちゃってくださいね。ありますね。まあ一通りずっと出してってください。まあまさに新生ですよね。大阪の名門ですけどね、大きなメーカーとばっかり取引しててね、まあ次息子さんが継ぐらしくてね、なんかこの間非常に近々結婚するんじゃないかってことで、まさにめでたい話ですね。本当にやっぱね、こういう大きな会社っていうのはね、跡取りは絶対もう大変ですよね。もう親の代をついてね、ますますね発展していってもらいたいですね。いっぱいありますね。工場の中の分見せてもらいましょうか。どういう仕事してるかの、まず写真からですか。ね、
これで入ってるでしょ。これでね、いろいろ作ってるわけですよ、皆さん従業員の方ね。もう夏はね、これクーラーつけなかったら40度越しますよ、いうようにね。機械ってね、こんだけフルに稼働すると熱持つんですよ、非常にね。よくラーメン屋さんとかあるじゃないですか、あの調理場ね、つけ場とか言うんですけど、そん中はね、あの大変ですよ、暑くてね。これ機械ってね、本当にね、熱持ちますからね、伝わりますよね。これクーラーがなかったらとてもじゃないけど、もう熱中症もいいと思うんですよね。汗がもう出なくなりますよね、塩になってね。まあでもね、中谷さんのところは環境が非常にいいんでね、従業員のために本当に働きやすい現場になんかなさってくれてるみたいで、非常にね、あの素晴らしい会社です。これどういうふうに作ってるか、あの動画見ましょうか、一緒に。部品をどういうふうに作ってるか。すごいですね。左にね、あのネジになるこの部品があるわけですよ。真鍮とかさっきいっぱい出ましたね。あれに向かってこうドリルでね、型を取っていくわけですよ。で1個の部品ができるわけですよ。これ大量生産ですよね。こんなの普通見れないし、誰も分かんないし、こういうことしてるってことはね、非常に素晴らしい、なんかね、あの貴重なね、あのビデオを提供してくれてね、中谷社長ですか。いろんなところからね、期間限定のトレードじゃないけどね、中谷さんのところで、ちょっと教えてやってくれっていう方が来るんですよ。でも普通ね、自分のところの従業員じゃなかったら、期間限定でまたね、どっか戻るんだったら企業秘密を教えるもんじゃないですか。でも社長はね、快くね、非常にね、なんか受け入れてね、あの一緒にこれいろんなことを指導したり教えてくれてるらしいんですけどね。まあ心の大きな社長ですよね。まあこういう方っていうのは、少々の間違いを犯したってクビにしたりね、辞めるなんてことまずないんですよね。本当に皆さんね、従業員のこととか中谷さんに絡む人ね、非常にね、皆さんね、本当にね、あの大きくね、あの仕事なさってると思いますよ。まあ、中谷製作所さん、ぜひ大阪です、よろしくお願いします。さあ、毎回出したい例のね、一応日本で偉いって言われてるね、先生方のね、素晴らしい映像、写真を見てみましょうか。あ、これからいく、しまくってんのに給料下がれへんねやってことですね。多分私ね、あれね、眠たくて寝てるんじゃないと思うんですよ。出ますかね。ちょっと居眠りされてるような方々のね、画像を見ていただきたいんですけど、これね、多分寝てるんじゃないんですよ。これはね、居眠りじゃないなって私思うんです。多分ここまでの落ち方は薬盛られてんじゃないかなっていう心配してます。これやばいぞと、誰か薬持ってんじゃねえのかみたいなことを心配してんです。本当に、いや心配してます。はい、はっきり言っちゃったら、国会の中眠たくなるんですよ。眠たくなる、どうしてかって緊張感ない場所だから、ゆるゆるのだるだるなんですよ。先日ですね、マスコミの手によって居眠り議員がピックアップされて、まあ、だいぶ炎上してるんですけども、まあ、あのね、寝るのは仕方ないんですよ。まあ人間なんで、生理現象なんで。ただね、やっぱりね、この人たち年収がすごいんですよ。1000万とか2000万とか超えててね。じゃあその元手はどっから出てんのかってことなんですよ。それはもう我々の国民の血税なんですよ。だからもうこんなの絶対良くないよね、本当に。もうおばあちゃんちょっと待って、この人さ、潜在写真と顔違くない、おばあちゃん。まあいや、だから結局日本を良くするためにこの人たちはね、まあやってるわけなんですけども、まあスマホなんていじっちゃってね、これ自分見てるらしいですからね、これやばいんでしょ。で、あの案の定これがね、あのアメリカのニュースにも取り上げられて、アメリカでこんなんやってたら暴動が起きる。そりゃそうですよね、本当に。で、この人ね、
まあまあこの人起こすんですよ。ちょっとおじいちゃん起きてっつって、でも起きるんですけど、でこれ次の日だよ、次の日、これ2日目の会議ですよ。2日目のまた寝てるんですよ。でもうこの若いお兄さんがさ、ちょっとこいつ起きろやみたいなマジで。でまた起こすんですけど、でしかもこの2人与党と野党なんですよ。与党が野党を起こすっていうね、もう皮肉にも学級委員なんてテロップまで入れて、あっちってあっちっちゃってね。僕カミカミなんですけども大丈夫そう。ほいでマスコミがね直撃するんですよ、本人もね。もう言い訳ばっかなのマジで。うとうとしたっていうかさ、もう寝てんだよ。だからもう素直にさ、寝てましたって言えばいいじゃん本当に。で市民は納得するか分かりませんけどみたいなさ、そんなに長い時間にということではないんですが、じゃあ短かったら寝てていいんですかって話になっちゃうんですよ。国会議員、ありがとうございました。これね、もう税金ね、我々の税金でね、給料もらっててね、年間5000万前後でしょ。でこうやって平気で寝るんだから、まあ、幸せもんですよね。最高な職業っていう人もいますよ。うちの息子は国会議員にならせると、エリートで行って入っちゃえばもう一生安泰だと、退職金何千万もらってこんないい商売ないと。皆さんそう思いませんか。これからの最大のいい仕事は国会議員ですよね。大して仕事やってなくたってもう乗っかっちゃえばずっと一生安泰ですよね。そんなわけでもありがとうございます、どうも、はい、さあ工房ですか、映画紹介ね、久しぶりにかけてみましょうか。コロナがね、一応こういう状態だったんで、まあできれば劇場ちょっとね、いろいろ考えてかけてきたんですけどね。これはね、非常に素晴らしい映画だったですね。だ若干ね、やっぱり、あ、早急に用意しろ。遊びでやってんじゃねえんだ。神田健一、当時公安部警部補、拳銃密輸組織摘発のおとり捜査でかなり危ない捜査をしていたようです。片落ち？旧式。やり方が古いんだよな。とっくに終わった事件、四国追い回してさ。おい、だから早く尾形興産のガサ状取ってこいや。尾形、やっと動き出しましたね。何があっても父さんのことを信じる。怖いの。あの人何考えてるのか。この報告書は誰の指示だ。今はまずい、ほっとけ。お前さん、尾形興産になんか恨みでもあるのか。いろいろ考えて人を使うんだな。警察がそんなことしてたら誰が正義守るんですか。内通者がやると思ってるんだ。そしてそいつが京子の死に関わってる。なんだ死ねばよかったのに。どうして戻ってこれないの。あん時俺は死んだと思ってくれ。全員始末するしかないだろう。私が潰します。大分だ。神田は大分にいる。おい、なんだ、救急車、救急車。絶望の淵に立たされた時、人は光に向かって歩き出す。工房一筋の光。いいですね、この映画ね。ぜひ皆さんこれいろんな人に見てもらいたいですね。親子の絆を描いたね、素晴らしい映画になりましたね。さあ続いていきましょうか。アコルデですね、中国にね去年出品したこの動画から行ってみましょうか。見本市あるんですよ。東京ね、日本でも大阪とか名古屋、東京でいろんなところでやってますけど、全国的な、中国でとにかく最大の見本市あったんですね。ここでね、日本で唯一何社かメーカーで有名な、まあ、とこあるんですけど、それに混じってね、アクルデの商品が出品されまして、
そうそうね、もう何社かこれをうちで取りたいっていうところが現れてね、まあ、契約できたと思いますよね、出ますか中国での、はい、どうもありがとうございました。どうも。さあこれね、あのエナジージェル毎回言うんですけど、素粒子エネルギーを入れてね、非常にねこれあのただね、あのこれ自分もね3年使ってきましたけど、これ正直言うとやっぱり1個じゃ足りないですね。本当に効果が出るんだったらやっぱり月に2つか3つ使いたいですよね。非常にね効果現れてきますよねこれね。非常にやっぱり素晴らしいですね。細胞をどんどん活性化してね、若返らせる効果もあるんですよこれね。髄液とかね、あの血流リンパ全てこういうのを良くする働き持ってるんですよ。これあらゆる四十肩とかね、まあ、目のこう疲れとか、あのリフトアップとかいろんなリンパのこれ流れも書いてありますけどね、本当にねあらゆるのにこれ効果発揮しますよね。篠田先生がね、大気にこういっぱい充満してるエネルギーをなんとかできないかってことで、これがまあ、量子エネルギーなんですけどね、これをね一応素粒子をこう取り込むことで成功してね、こういう商品をいくつも作ったんですよ。抑揚剤とかね、シャンプーから何からいろいろ作って、石鹸からね、すごいですよこれね。フレッシュなってこれね、メタセコイアからね、抽出したやつをね、素粒子エネルギーが入った非常に菌に強いね、菌を殺しちゃうっていう、 100% 菌をもうシャットアウトするっていうね、素晴らしいこれ除菌剤っていうかね、うがいしてももちろん飲んでも害なかったっていうね、素晴らしい優れもんですね。野良猫をこれでね、耳の中とかこう定期的にこうやって消毒してあんと喜んでね、もうあとね面白いことね、野良猫に餌をやるんですよパックに、夏になったらアリがすごいんですよ。パックの周りにこれをねスプレーシュッシュかけてあるんですよ。そうするとアリが寄りつかないんですよこれ。ほんとこれもう何年もその年から気がついて自分やってるんですよね。結構多めにシュッシュやるとアリがあんまり寄りつかないっていうね、非常にねやっぱりそういう効果を持ってるんですよね。見てください、いくつも出てますよ。電磁波これカットするね、エナジーステッカーこれ ね、 素晴らしいですこれね。これあってこそ電磁が悪い電磁波をいい電磁波に変えちゃうんですよ。だから全く体に害ない、ものにしちゃうっていうね。大体統計出てるんですよ。よくスーパーとかね、そういうところでアルバイトやってる方とか、肉体労働関係、
ね、いろいろ富とか大工とかやっぱり全然ね違うんですよ。やっぱりコンビニとかね、これ事実言いますよ、レジにテーブルレジありますよね。で背中には同じ高さに電子レンジがいくつ置いてありますね。で常にね腰の高さで電磁波をこう両方から浴びてるわけですよ、ずっと。だから非常に小種がなくなったりね、妊娠しにくくなったりするんですよ。こういうとこ長く働いたりして統計取るとね、まあ、本当ねこれ現実そうなんですよね。こんだけあるでしょ、これすごいでしょ。これドライヤーから何から MRI もそうなんですよ。これ入っちゃうともうね、電磁波の中に入ってくるもんですもんね。まあ電気こたつから全て電気ひげ剃りね、アイロンパーマのコテですね。あとリニアモーターカー、新幹線もしっかりそうですよね。ミシンいっぱいありますよね。このスタジオにも当然レンジャーが相当湧いてますよ。これモニターもありますからね、このマイクもそうだしね、非常にねやっぱり蔓延してますよ。部屋が狭い中にね、とこにいくつもあるとそれはもう充満しますよ。もう半端じゃなくね、電子レンジなんかまさに強烈ですからね。ええ、ありがとうございます。どうも、ええ、このねエナジオステッカーを貼るとね、非常に悪い波をね、いい波に変えていくんですよ。非常にね素晴らしい働き持ってます。安いですよ、これ1枚あたり300円ぐらいですよ。これ計算するとね、下いっぱい出てますね。16歳以下はね、子供には日本は先進国でこういう携帯とかもう禁止されてるんですよね、実際ね。日本はね関係ないです。税金いっぱい取るために企業は守るけど個人はどうでもいいんですよ、日本はね。ね、成長細胞に悪影響、発がんの引き金、ね、胎児の異常発育、神経ホルモンの混乱、自殺や異常行為、ね、デンジャーの世界的、権威、ロバート・ベッカーがこうやって証明してるんですよ。真由美貞夫先生の監修シリーズでね、これこういうコメントが出てるわけですよ。生理リズム反応、ストレス反応、免疫の低下、学習能力低下とね、これね。ね、こんなのいっぱい出てますよね。すごいですよこれね。とにかく皆さんこれね気をつけてください。もうずっとね使い続けてるとこういうことがもう体にしょっちゅう浴びてるわけですよ。特によくスマホ 5G なんか胸に入れといたら心臓最悪ですよこれ。特にペースメーカーなんか入ってる人胸に入れといたらもう絶対やばいですこれ。これだけは絶対やめてくださいよ。ペースメーカー入ってる人はスマホを左の心臓のところの内ポケットに絶対入れちゃダメですこれ。 100% これやったらあかんですよこれ。これだけ皆さんよろしくお願いします、ね、いっぱいありますよ ね、 ね。島倉社長のね説明してるのも今日聞いてみましょうか。枕ですかね。非常にこの枕ちょっと高額なんですけど、まあ使う意味があると思いますよ、クリスタルが中に入っててね、そのクリスタルにねストレスエネルギーがもう入ってるわけですよ。いっぱい入ってるんですこれね。寝てる間にねどん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 頭がこう非常に活性化されてね、例えば血栓なんか溜まりかかってたらみんなこれもう分散してねなくすような働き持ってますからね。どうぞ。エナジークリスタルピローには中にクリスタルが入っていて、そのクリスタルの中にストレスエネルギーを入れてあります。でこのストレスエネルギーは1秒間に2兆回振動するエネルギーで、その2兆回の振動が細胞を揺り動かすわけですが、仮に1秒というスパンが、まあ、これくらいだとしますね。
そうするとその間に1回だけ振動するんであれば1という高い山を描けるんですね。でもし2回振動するとなると1、2、山が低くなります。3回だと1、2、3、さらに低くなります。4回だと1、2、3、4、どんどん山が低くなってきます。それが1秒間に2兆回の振動ですから、本当に穏やかな波になるわけです。で、我々が電磁波にやられるってよく言いますけど、電磁波っていうのはベータ波というこんな波なんですね。対して我々が睡眠時に脳から出ている脳波はアルファ波と呼ばれていて、すごく穏やかな波です。そしてさらにそれよりも穏やかなのがデルタ波という非常に優しいさざ波なんですね。このさざ波がこのクリスタルピローの中に入っている、クリスタルから出ているというわけです。だから、体にとって非常に優しい、そして睡眠にとっても効果的な波を出して、他の荒波やさざ波を同調させて穏やかな波に変えているというわけです。ナイス。以上です。どうも、島倉先生ありがとうございました。どうも。さあ、あのコメント来ました。まなみさん、もういつもありがとうございます。もう山口さんの番組にね、よく一緒にコメントいただきます。森崎さん、こんばんは。お体大事に映画頑張ってください。もうありがとうございます。もう頑張りますね。山口さんと一緒にね、ハリウッド出品のね、すごい映画もちょっと待ってますんで、これね、これ最高に、ちょっとね、もうまあ、みんなね、自分たちはもうやることは同じなんですよ。自主映画だろうが対策だろうが、役に生きるのはみんな同じなんです。とにかく役を脈々と生きたいっていう、これなんですけどね。まあ、ぜひ皆さん、そんなこと期待しててください。ありがとうございます。学びました。さあ、途中になりましたけど、あ、これでね、商品いっぱいありますよ。あ、社長自らこうやってね、全国回っていろんな説明もなさってくれてね、クラブプラチナム、あなたの生活に輝きを、ね、すごい特典がいっぱいありますよ。会員になるとね、トラストチェーンのエキシブってあるんですよ。最高級のホテルチェーン、これね、泊まれるような、会員価格で泊まれます。素晴らしいですよ、エキシブ。皆さんね、1回はね、人生1回エキシブ泊まってみてくださいよ。最高ですよ。まあ、自分ね、原本社長の関係でも今まで100回までいかんか、相当泊まってるんですよ。スーパーシートっていう500何平米とかね、千葉さんとかね、一緒に泊まったりね、すごい、毎年ね、誕生会3人1月生まれだったんでね、アシアのエキスブとかね、いろんなところで誕生会もやってきたんですけどね、まあ最高なホテルですよね、素晴らしいね。そういうことで皆さん、会員になってね、会員になんないと一泊なんだ80何万とかね、高いところあるんですよ、これ90万とか言ってやると。まあ、そんなところも、まあ、原本社長の一番上の会員なんでね、まあ、安くったってそこそこありますけど、よく泊まり行きましたよね。今もね、たまに行きますけどね。まあ、作りが素晴らしいですよ、やっぱね。山、そっくり切り開いて作ってるんですよ、エキスブはね。海と山を見えるっていうね、本当にね、まさにね、別世界のホテルですよね。もうクラブプラスラムですね、いっぱい商品あります。皆さんぜひアコルデのホームページ見てみてください。絵っていうのが出会うはずです、必ずね、そんなことでアコルデよろしくお願いします。さあ、 V シネマ、紹介しましょうか。ヤクザの紋章と書いて大門レジェンドシリーズ、自分これね、ワルの頭ゲスト主役で9本出たんですけどね、9本目には完結して殺されました。もう今言っちゃいます。16月に15ですか。確かね、レンタルされるんですけどね。まあこれもね、非常に人気シリーズですね。面白いですよね、なかなかね。白龍さんは人気ありますよね。本当、絶大のファンがいっぱい全国にいますからね。田辺と刑事委員会を破産用にするしかないんちゃいますか。バックがおらんようになったら後目を諦めるっちゅうことも。他のもんなら力ずくで叩き潰すんだけどよ。殺すのか。刑事委員会言うたら大組織や。
ひとひねりで潰されんで。驚きっかの後もこの田辺が継承することになるそうだ。道場潰したら高丸さんの杯村頃になってんだろ。会場はここや。何やってんだバカ野郎。いやあんたこそ極道舐めてんじゃねえのよ。逃げ切れると思うなよ。てめえは親の敵だ。どうもありがとうございました。まあこの現場もね、白根さんの人柄は素晴らしいから皆さん本当にいろんな方寄ってきますよね。まあ、やっぱりヤクザ映画でもね、やっぱり非常にね、団結力あってやっぱり楽しかったですね。本当これもう、片岡監督にもお世話になってね、もう相当片岡監督とはもうだいぶやってますよね、考えるとね。もう本当にね、もう素敵な現場だったですね。まあ村上作品でも白根さんとずっとね共演しててね、大体白根さんとなんか馬が合うんですよ。白根さんが親父で自分が頭とかね、非常にね、またどっかで機会があればそういう環境をやっぱりやりたいですね。ヤクザの大門レジェンド、皆さんぜひシリーズレンタル中ですから配信で見れます。よろしくお願いします。さあ UI 行ってみましょうか。ちょうどね、やっとこれ決まってね、2代目総研先生についてケン先生がねスタジオ来てくれることになりました。7月1日と8日2週続けてスペシャル番組食います。これ収録なんですよ。実は6月26日にここで収録するんですけどね、2回分撮ります。とにかくね、いろんなもうえいっていう話が聞けると思うんですよ。自分もね、一ファンとしてね非常に楽しみなんですよ。これやるのね、この時は特集食いますから皆さんぜひ、生放送で見れないのは残念なんですけど、ぜひ6月26日に東京でこれこのスタジオで撮ります。なんかね、毎月東京来てるらしいんですよ。でやっぱり非常にね興味があって、悩んでるとかね、いろんなことがある人はこれ UI にね電話して東京来た時にね、そういうセミナーみたいに参加してね、非常に意見、自分の意見はこうだけどどうだっていう、非常に相談乗ってくれるみたいですよ。もちろんお金発生しますけど、でも価値があると思いますよ、これね。よくね、いろんなあるじゃないですか、占いとかなんとかとか。結局統計学ですね。よく思うんですよ、手相なんか見るじゃないですか。手相見てこれは長いと、すごい長生きの手相が出てるって思うんですよ。長生きの手相が出てるってね、どっから来るのかなと。例えば皆さん亡くなりますよね。亡くなってダビに伏せてこう焼かれるじゃないですか。その前にね、統計学で見た人がいるんですかね。例えば100歳とか120歳まで来た人の手相をこうどう、そすら理屈通るよね。亡くなった時の手相を何百人何千人見て、それが本当に統計学で、あ、ここまでつながってるのが100何歳だったら分かるけど、実際そんなのみんなに決めてると思わない？これ矛盾してると思わない？で、誰がこうやって長い手相が何百、100歳で80歳9歳って見てないもんね、こんなわざわざね。これ自体も矛盾だらけだよ、考えるとね。おかしいなもんだよな。みんなで、人間って金儲けのためにこうやって誰かが作ってんだよ最初にね、みんなね。で、人が人をね、思うんだけど、分かんない占いなんていうのは、そんなあんた大それて偉いのかって言いたいよ。みんな統計学でしょ、はっきり言って。ほとんどがもう。ねえ。そしたらね、生年月日、血液型、全く同じに生まれた人は同じ人生たどるかって言ったら、これクエスチョンでしょ。そうでしょ。ねえ。これはもう誰も人間分からないよ、はっきり言ってこれね。まあ、誰かが最初に言ったんだよ。宗教だってそうだし、みんな誰かが最初に作ってるのよ。その人がやっぱ偉いと思うよね。要は皆さんこれね、非常にね、今日ちょっと細かいこと言わんですけど、7月の1日、8日、この放送日、ぜひこれ皆さん、この日見てください。土曜日、絶対これためになること言いますよ、これね。アーカイブに上がってからもいいんですけど、このな、生じゃないけどリアルタイムで見てやってください。ちょうど収録になりますけどね、非常にね、それまでに6月26日までに質問ある方はね、まあ何かあるじゃないですか、
どしどしね、お寄せしていいですよ。山内さんの番組と自分の番組ありますから、これで、ね、どうしても健先生に、ね、聞きたいと。ただで聞けるんですよ、これすごいことだと思いません？ねえ、これ皆さんね、質問ある人はぜひね、番組に応募してください。自分からね、健先生に聞いてみたいと思います。同じ県ですからね、非常に相性が合うんですよ、なんかね。まあやっぱね、UI の王先生がね、初代のこれ創設作られた王先生が誕生会やるんですよ。出してもらっていいですか？7月の確か31日かな。はい、出ます。でね、本当はね、8月7日なんですけど、早めに確かね、1週間ぐらい早く多分やるんじゃないですかね。もう6月いっぱいまでまだあるんですよ。約100人ぐらいなんですけどね、大体100人以上なんてちょっと多いんで、大体締め切っちゃうんですけど、すごいですよ。毎回100人じゃもう本当にね、広いところでやるんですよ、山の中にね。本当にね、だから自分もちょっと今年はね、ちょっと顔出したいと思うんですけどね。まあ石原武先生素晴らしいですよ。ほとんどね、怒ったのを見たことないっていう。それは怒らせたらやばそうな人なんですよ、はっきり言ってね、黙ってるわけで。でもね、笑ってね、いつも穏やかな顔してね、なんか対処してくれるっていう。俺なんか一緒にいてカチンとくるけど怒れないですよ、だからね。なんかよく店の応対が悪いとか、タクシーがなんでこんなとこ回るのっていうあるじゃないですか。それでもね、あ、そうなので、穏やかなんですよね。まあ俺なんか一生かかってもああいう人にはなれないなって。ほんと一緒にいるとね、なんかもうこっちが生きていくうちに、もうちょっともっと人間的に勉強しなきゃいかんなとつくづく思うような先生ですよね。一緒に接してるとね、非常にね、もう勉強になりますよ、これね。自分はいいですよ、大きく出してくださいよ。これは健先生です。この間の滝行のシーンですよ、これね。ね、いい顔してますよね。ね、すごいですよね、こうやってね。人ってやっぱりね、自分の俳優っていうのは人の生き様を演じる、生きるわけですからね。本当に一生修行だと思いますよね。これでいいってのないですもんね。まあ職人はそうですよね。板前でも何でも作る仕事をしてる人ってのはこれでいいってのないですもんね。これずっと未だにね、解放にね、乗っけていただいてね、二月に一回出るんですよ、UIの。すごくこれ評判良かったんで、今ね、乗せていただいてね、これね。まあ人はどう生きるべきかっていう、皆さんがおぎゃって生まれてきた時から、ずっとその人の一生にね、大きく、まあ背中について回ることだと思うんですよ、生き様っていうのはね。やっぱりもう人間ってね、どうしてもね、間違いを犯すと思うんですよ、どんなちっちゃいこと大きいこと。それいかに正して生きるかが大事でと思いますよね。やっちゃったもんしょうがないですよ、これね。そこからどう立ち直るかですよ。やっぱり周りにね、周りの人も手を差し伸べるべきだと思うんですよ、1回2回はね。やっぱり人間ってやりたくて悪いことをする人間はいないと思うんですよ、よほどじゃない限りね。弱い心はいいこと言ってますよね。本当まさにそうですよね。本当教えられますよ、こういうとこ方の話を聞くとね。次出してください。誕生会のあれ出てなかったですか、これ。出てるでしょ、誕生会。この間出してくれて、7月31日ってのは今年。これ大原に違う誕生会ってあったんですよ。分かんなかったらどんどん出していっていいですよ、どっかぶつかるでしょ。
前回も出してるからこれあると思うんだよね。これいや、なくないよね。ちょっと出してってみて。あるでしょ、誕生会の模様。ない。見つかんない。消しちゃったんじゃないの、どっかで。ない。おかしいよな、出してるもんな。なんでないんだろう、これ。簡単にないって言うけど、本当に探してんのかね。途中で出てきたらしょうがない。あの動物最後に、じゃあ最後行きましょう。あ、これセブンヤクザ行きましょう。宣伝してもセブンヤクザ VIP、 セブンヤクザ7月クランクイン、いよいよですね。ヤクザの極道の門の後で行きます。まあ、ぜひ皆さん楽しみにしてください。そんなことで、はい、VIP 行ってみましょうか。人参も行ってみましょうか。大分麦焼酎、神々と書いて人参ですね。山本さんもお気に入りで、ね、あの加賀さんも非常に美味しいって言って皆さんね喜んで召し上がってくれてね、これ水がいいのを使ってますよ。シリカ水ですからね。
いろんな冠婚葬祭、引き出物、まあ、ご不幸の時もそうですね、誕生日、いろんなことに用途深く使いますね、幅広くね。名前彫ったらいろんなこともできるんですよ。だいたい一月ぐらいあると作ってくれますね。まあそんなに高くない、まあ安くもないですけどね、そこそこしますけど、一生の思い出になりますよ、ボトルね入れてね、いただくとね、非常にね。まあ人事ね、感謝とかいろいろありますよね、これね。まあ、老いた麦焼酎、神々に書いて神事、ライネスですね、株式会社ライネスから出してます。これボトルね、限定の仮面ライダーありましたよね、これね、これも売れましたよね、もうないですけどね、そんなことで神事ありがとうございました、どうも。さあ、そろそろ時間ですけど、動物最後ですね、もう時間最後になりましたけど、あれチャトラシリーズ行ってみましょうか、今日も可愛いチャトラくん。確かにいいな、こっちね、入っちゃうんだろうな、下にいるのこれ頭だもん、下にいるかっていうからね、普通逆に言ったらね、当ててきてるもんだよ、こいつ。笑いちゃいました。あとワンちゃんがね、本当動物はね素直なんですよ。飼い主と久しぶりに対面して待ってたんですよね、嬉しくてもう足が滑っちゃって、興奮して嬉しくてね、もうすごいですよ、嬉しくてもう話して、これ音も出してください。音出ないの、あれさっき音出てなかったっけ。音出るよこれね、なんで音出ないんだよこれ。おかしいよね、音出ないってのこれね、どっか使い方おかしいんじゃないの、今日音出ないの、おかしい、いつも出てたよこれね、なんで出ないんだろうか。音が出ないと半減ですよこれね、ほんとこれもう嬉しくて嬉しくて泣いて、噛みついちゃって、俺も洋服まで引っ張っちゃって嬉しくてね、しょうがねえ、音出ねえんだよ。はい、次行きましょうか。こうやって俺ももっと気分悪くなるんでしょ、薬剤が役に入ってんで余計なのよ。石原先生見習わないとな、どうしてもこれカチンときやすいんだよね、どうも石原先生見習われていかんわこれ、もうしまいにこれ壊したくなっちゃうから、下手なバックシャーっていう、本当にね、気が短いと我慢してるだけであって、自分で見るのおかしなもんだけど、石原先生見習われていかんのこれね、いいとしてね。次行きましょうか、はい、これ音出てもな、なんでだろう、これかわいいよね、これ寝ちゃうんだよこれ、嬉しくて仰向けだ、バンザイ。トイレの中で寝ちゃうんだもんこれね、お辞儀しちゃって、これ面白いね。かわいいもんだね。これマイク入ってます？ね、これね、飼い猫だからこんなにリラックスできるの、外じゃ全くありないよ。常にビクビクしてね、どこで寝てるんだって言われるよ。本当にね、猫ってのは元来人間と一緒に家族として一緒にね生きていく動物なんですよ。外とね家は雲泥の差があるからね、皆さん犬もそうだけど猫も捨てちゃダメよ絶対にね。こいつはもうみんな捨てたらもうすぐ死ぬから、車にひかれたり、もう食べれなくなったり、病気になったり、非常にねもう最低な人間必要だろうね。最後まで面倒見ちゃってくださいね、
本当思いますよ。これが暑くなるからね、で特に昨日の豪雨なんてのも自分餌やり行ったけど、もう誰もやり来ないですよ。待ってますよ、あのザーザー降りの中呼ぶと出てくるしね。皆さん本当動物はね大事にしてください。家族ですから。そんなことで今週もありがとうございました。どうも。